なんか違うなって感じ。ちょっと惜しい。猫キャットさん、ハートたくさんありがとうございます。スターさん、トットありがとうございます。チェンさん、かわいいありがとうございます。ニコラスさん、かわいいありがとうございます。レオ熊本さんも、かわいいありがとうございます。猫キャットさん、ライフハートありがとうございます。大阪のターソンさん、かわいいたくさんありがとうございます。吉祥寺ルーザー中なのに、そんなこと言ったらいつでも配信できなくなっちゃうし、録画機能ないんすか。ニコラスさん、ハートありがとうございます。まあ全然見なくていいっすよ私の配信なんて全然見ないでください。はい、そうですね。はあ、なんやろう、あ、そう、ジーナさんがね、私のキャッチフレーズをたくさん言ってくださったらしくて、もうジーナさんに言ってほしいですね。元気がないね、勘違いです。何をもって私の元気がないと思ったのでしょうか。わかんないですけど、全然元気ですね。普通に話すことなくて何話そうっていう、思ってるだけです。元気なかったら配信しません。そう、私本当何もね、何も言わなかったら絶対元気ない、機嫌悪い、テンション低いって言われるんですよ。人間ってこんなもんじゃないみんないつももっとニコニコしてますか。どうなんだろう、知らんけど、こんなもんだと思うんですけどね。まあ人それぞれということで、元気がないんですかに変えてください。そしたら違うで終わるからね。ゆかりんさん、かわいい、ありがとうございます。ニコラスさん、かわいい、ありがとうございます。赤にゃんの前では元気になる。あら、ありがとうございます。別に無理しなくていいんですけどね。今日も知らんけど言ったね。会いました、全然気づかずうん、赤にゃん、大阪のおすすめ教えて。私大阪のおすすめ551かな。ごめん、私大阪出身じゃないから分からんけど、じゃない、なんだろうね、ユニバ、本場の人はユニバっていうらしいけどね、まあ、それはどうでもいいけど、ユニバじゃない、大阪といえば。それくらい何があるんだろうね、まあ、いっぱいあると思うけど、大阪って NMB さんとか、たこ焼き恋しい、それくらい。あんま行ったことないんですよね。コウメイさん、ハートありがとうございます。NMB さんの劇場に劇場出張公演させてもらった時に、まあ、別に出てないというか爆弾さだったんですけど、行かせてもらった時にたこ焼きも食べました。差し入れでいただいて美味しかったですね。なんか大阪の人はたこ焼きを食べ歩きするらしいんですよ。なんていうの、その場で食べるっていうの。だからふわふわとろとろしてるらしいですよ。ちょっと知らないですけど。で東京は持って帰って食べるから外がカリッとしてるって聞きました。私はこの間たこ焼きパーティーをしたんですけど、適当に分量を作ったんですよね、粉と水の比率みたいな。そしたらすごくホットケーキみたいなたこ焼きでしたあの店みたいな綺麗なまん丸ってお家で作るのむずいですよね。難しいなと思いましたね。なんか穴が開いちゃうというか、
で思ったよりもできた量が少なくてめっちゃ中身が余っちゃったからウインナーを素焼きして食べました。猫キャットさんライフハートありがとうございます。そうあれですね、やっぱお店の味をお家で作るのは難しいなって思いましたね。ゆかりんさんハートありがとうございます。天かす入れてないけど入れるとどうなるんだろう。たこ焼きの素を使うのが一番みたい。たこ焼きの素使ったけどな。適当にね、たこ焼きの素ってさ普通粉で売ってません？粉と水って混ぜるよな。何ミリリットル何グラムみたいな。それを適当にやったってこと。そんな粉から作るわけないや、難しいことしないよ。そんな本格的にねやらないです。うちら適当です。全部もっとシャワシャワなんだよね意外とね。なんかこんなもんかなとか言ってで粉がラストだったから水をいっぱい入れたらさ、いや水が少なかったらまた水入れればいいやん。でも水多かったらもう無理やからちょっとずつ入れようとか言ったらね、あの明らかに足りなかったですね。学びました。たこ焼き意外とシャバシャバ。たこ焼きねやっぱ集まるとしがちですね。たこパうちらはマジ日本たこパやりすぎ選手権したら結構上位だと思います。伊藤釜さんバラありがとうございます。西プーさんタコありがとうございます。そうそれくらいねうちらめっちゃタコパしますね。タコパ大好き。別に一人でたこ焼き食べても別に楽しいっていうか楽しくはないよな。普通に食事やけどさ、みんなでさこ焼きするとなんでだろう楽しいんですよね。ニコラスさんタコありがとうございます。みんなもお友達と集まったらタコパおすすめします。いた。あとあれよね、いいよね楽だん。なんか切ったりとかしないやん。まあ具材は切るけど普通に粉と水混ぜて具材やってあとは自分のそのテーブルで完結するから楽しいと思います。まあみんなやったことあると思うけど一回は。うんくらいタコパーは意外とお水を多めで作った方がいい。 K さんハートありがとうございますね。大阪のおすすめからタコパの話をしてしまいました。そんなもんで大丈夫でしょうか。大阪のおすすめを大阪観光って調べたら出てくると思います。いっぱい私なんかよりもねもっと詳しい人がいっぱいいると思いますので、そういう方々の言葉を参考にするのを私は強くおすすめします。大阪のターさんさんタンポポありがとうございます。佐藤磯さんベンライトありがとうございます。今日はね久しぶりにねなんか歩きました。ちょっと、まあ、用事があって普通にその帰りに歩いてみたんですけど街中を。意外とねやっぱ今の季節は歩きやすい季節になりましたね。あの暑すぎず寒すぎず湿気多すぎず雨降ってなくて、今日は多分降ってたっけ、降ってなかったと思います。そんな感じですごくいい季節だなと思いながら歩いてましたね。本さんさん花冠ありがとうございます。佐藤久夫さんかわいいありがとうございます。そう歩くのはやっぱり健康にもいいと思いますし、太陽光を浴びるのも体内時計みたいなのが整うらしいのでおすすめです。皆さんも歩いて健康になりましょう。やっぱり走るとかジムとかってきついじゃないですか。でも歩くのはまあそんなにきつくないからちょっとずつねこう運動を増やしていきたいという人にはおぬぬめ。猫キャットさんどれもありがとうございます。伊藤駒さんハートありがとうございます。ニコラスさんかわいいありがとうございます。
猫キャットさん GG ありがとうございます。歩数はなんかもともと入ってました、そういうのだから。それでまあ見たりするけどあんま見ないかも。でも私が知ったのは1万歩歩くのはめちゃくちゃきついということ。1万はねもうそんなないです私は。だいたいでもまあそんな変わんない、7000くらいが普通かな。やばい日は本当に18とかです。家の中ですね、自分の部屋とリビングを多分行ったり来たりして。でも18歩以上歩くと思うんだよな、そんなことしたら絶対。でも普通にそれくらいになっちゃいますね。18歩でさ、往復で18歩だったら9歩しかないやん。そんなわけないよね普通に考えて。どんな家だから普通かな。いやもうちょっとあると思うな、30歩くらい歩いてるはず、行き帰るだけで。わかんないな、わかんないけど。だからそういうもんだと思うんですけど、本当に少ない日は18とか20とかそういうもんですけど、まあ外出たら大体はまあ3000くらいは歩くよね、何があっても。多分ちょっと知らないけど、適当適当やけど。そうカウントしてくれないんだよね時々。今日めちゃくちゃ歩いたなと思ったのに歩いてない日あるもん。どうして仕事で毎日1万8000から2万歩いてる。それはやばい、えすごすぎる。私の3日間くらいを一気に。でもスマホ持ってたらうちらもたくさん歩いてるはず、楽屋とステージ往復するし。てか踊ってるし、ステージ上めっちゃ右往左往してるから、ほんとだったらもっと歩いてるはずなんだけど、やっぱね公演中スマホ持たないからさ少なくなってるだけで。本当はもっとあるはず。そうだよ、よく考えたらうちらめちゃくちゃ歩いてるはずだもん。歩いてるっていうかまあ歩く移動もあるよね。まあなんか損してる気がするぞ。今度スマホ持ってこないでしょうか。今日はどうしても1万歩きたいんです。落としそう、落とすよ絶対、飛ばしちゃうって。危ないよね、画面割れちゃうから。ダメ。でもマジで本当にねあんまね歩かないことの方が多いね。こうやっぱ公共交通機関みたいなのを使ってしまうと思うんですよね。あ、電車乗ろうとか、福岡だったらあ、バス乗ろうとか新幹線乗ろうとかなっちゃうじゃないですか。わざわざね歩かないで、あるなら駅を使ってしまうこと多いと思います。なのでね健康に生きた方がいいなと思って、今日は一駅分くらい歩きました。いつもより多くね。なんか私が見てる人、大阪のターサンさんハートありがとうございます。私が見てるあの YouTuber さんっていうの、こうなんか Vlog みたいの出してる方がその一駅手前で降りるみたいなのをしてますっていうのを聞いて、おおと思ってやりました。そう結構いろんな発見がありますよね。なるほどねと思って歩きました。281日、イエーイ、ありがとうございます。2
コラスさん拍手ありがとうございます。大阪のターさんさんブラボーありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。佐藤勲さんも拍手ありがとうございます。そうですね、私の口癖、そうですね、配信中めっちゃ言っちゃう、困ったらそうですねって言っちゃう何がどうなのか分かんないけど、そういえばリーコが明日2周年記念らしいですよ。すごいよね、1年違いくらいか、ちょうど。じゃあ そんなことないね、もうちょっとね、1年ちょいちょっと違いだね。すごい、リーコはね顔可愛いので毎日配信で見ても全然苦じゃないし、むしろもっと見せてくれと思ってしまうと思います。皆さんその気持ち分かります。リーコはね顔可愛いんですよね、あの人本当に。なんかなんだろう、リーコのすごいところはすっぴんでも顔がめちゃくちゃ可愛いの。なんか人間ってやっぱりお化粧した顔を見慣れてると、お化粧がない時ってなんか顔物足りないなと思うじゃないですか。まあお化粧してる時の方が可愛いなって思うのはもう至極当然というか、まあそういうもの、そうじゃなかったらお化粧する意味ないんで、そりゃそうなんですけど、リノはすっぴんでもめちゃくちゃ可愛いの、別の魅力があるわけ。なんかしかも昔は可愛い女の子って感じだったのに、今はなんか時々綺麗なお姉さんみたいな顔するの、わかる？なんか前髪パッツンにしてからめっちゃ思うんだけど、あれねすごくね、なんかねいいあれだと思います。イメチェンみたいな、前髪をちょっと変えるだけでさ人の顔って変わるんですよね。だからみんなね、あのほんとデート行く時とかちゃんと髪の毛とか整えた方が私はいいと思いますよ。マジ髪の毛で人マジ変わる、本当に変わるから、やっぱね髪型第一だし、やっぱお化粧もね技術も必要だと思いますし、あ髪の毛ない人は髪の毛ないでなんかしたらどうですかね、知らないですけど、これ絶対言われるので先に言っとこう知らんもん、そうだからいいと思いますですね。あとはなんだろう、リーコはねやっぱね本当に目が可愛いんですよね、リーコ。リーコの目なんかキラキラしてんねんな、光が入りやすい目、あ光が入りやすい目入りにくい目ってのがあるんですけど、目がねこう前についてるか後ろについてるかっていうの、出てるか出てないかみたいなやつで、当たり前だけど出てると目が光が入りやすくて、後ろにあると入りにくい。別に入ってないから悪いわけじゃなくて、入ってない方がまあ彫りが深く見えたりとかミステリアスな雰囲気が出たりとかするんですけど、リーコがどっちなのかは知らないけど、目がねキラキラしてんですよね彼女はいつも。あと喋り方が可愛いいいとこいっぱいありますよね。私本当人のいいところをね探すの得意なんだよね。本当仲良しの人だったらね私いくらでも言えます。仲良くない人はごめんなさいなんですけどあんま喋らん人のねいいとこはさすがに私もわかんないけど、仲いいとか同期とかのいいところをね私たくさん言えますね。なので同期の皆さんは自分に自信なくなったら私のいいところどこって聞いてください。私にたくさん言いますよ。だから学校の友達とかね、昔の、あー覚えてるかな、覚えてないかもしれないけど、なんかあったら私にぜひ言ってくださいませ。私のお友達の皆さん見てないと思いますけど見てたらダメだ。小学校の時いつか探しみたいなかった、そんなのあったかな、覚えてないです。でもあったら多分無双してると思うから、あでも小学校の時はそんなじゃなかったかもな、ないかも、わかんない。そうなんですね。はーい、というわけでそろそろランキング読みますけど、13位、トシさんありがとうございます。12位、コンメンさんありがとうございます。11位、トミオさんありがとうございます。
変わっちゃった。13位孔明さんありがとうございます。12位トミョさんありがとうございます。11位ゆかりんさんありがとうございます。10位ダーさんありがとうございます。9位チェンさんありがとうございます。8位佐藤久雄さんありがとうございます。7位ケイさんありがとうございます。6位トーグマさんありがとうございます。5位西プーさんありがとうございます。4位ウォンさんさんありがとうございます。3位ニコラスさんありがとうございます。1位ネコキャットさんありがとうございます。1位大阪のタンさんさんありがとうございます。はい、というわけで皆さんありがとうございました。またね配信しますのでね、明日もねぜひ見に来てください。今日月曜日ですね。今週も頑張ってください。皆さん、私は頑張らないです嘘です、頑張ります。はい、というわけで皆さん、あやべ、またもう最近本当にブロックしそうになる人のことごめんなさい。というわけで皆さん、明日から頑張ってください。あ、今日からだった。頑張ってください。さようなら、おやすみなさい。また見てね。